皆さんこんにちは。作曲家の西村直樹です。今日も西村ピアノアカデミーからお送りしています。今日2018年7月の11日水曜日、今日の奏派の言葉は今がチャンス、今がチャンス。そして今日の BGM は NHK 心を旅する四国88カ所、この中から讃岐の道場第69番観音寺をお送りしています。この4枚組のアルバム、各県1枚ずつを収録しています。私が30歳の時、家族の大事故、それをきっかけとして四国88カ所を回り始めました。その時ふと浮かんできたメロディー、流れてきたメロディーを書き留めているうちに、心を旅する四国88カ所の巡礼組曲が7年半ほどかかって完成しました。ぜひ手に取ってですね、じっくりと聴いていただければと思います。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。